逸話町は熊本県天草郡にあった町である。新たな飛躍と輝きの町逸話を町の標語に掲げていた。町の北部に位置する通じ島の沖合には約300頭のバンドウイルカが回遊しており、イルカウォッチングを楽しむことができる。2000年3月に町内に天草飛行場が開港した。鬼池港と合わせて天草の玄関口として機能している。 2006年3月27日に、本土市、牛深市、天草郡有明町、五所浦町、倉竹町、洲本町、新和町、天草町、河浦町と合併し、天草市となった。かつての町域は、天草市逸話町となっている。天草諸島の下島の北部に位置する。町の特産品は、イクリ、キク,クエビ、イセエビ、ウニ、アワビ、 サザエ、ワカメ、メカブ、トサカ、タコなどの海の幸、ウンシュウミカン、ポンカン、デコポン、ネーブル、バンカン、ビワ、イチゴなどの山の幸とも豊富に採れる。またそれらを加工したタコの花、タコの燻製、カジメの味噌漬け、カジメそぼろ、ビワゼリーなどもある。タコの花とはタコを日干しした後にカツオ節のように削ったものである。逸話町内には 鉄道路線がないが、九州産業交通バスで、本土市を経由して、JR 鹿児島本線熊本駅、宇都駅や三角線三隅駅に出ることができる。ありがとうございます。